んで、こっちがトイレとお風呂、ここにキッチンがあって、これが12畳のリビング。南側は全面がガラス張りになってます。で、こっちは洋室10畳の女部屋、ここが和室8畳の男部屋です。で、ここからベランダに出られるようになってて、下には旧甲州街道が見えます。4階です。これからご覧いただくのは、ここに住む男女4人のお話です。まず1人目、彼の名は杉本涼介君、大学3年生21歳。こうも退屈だと、時間って実は直線じゃなくて輪っかみたいなものなんじゃないのかなって思えてくるんですよね。さっき過ごしたはずの時間をもう一度過ごしてるみたいな。何かしないと何の変化も起きないけど、じゃあ何がしたいんだと聞かれても困るんですけど。一体何を言ってるんでしょうか、この人は。ここには彼の他に琴美、未来、直樹という人物が住んでいます。年齢も職業も違う男女4人がなぜこんな共同生活をしているのかと言いますと。まあその話はまたおいおい。琴美はほぼ一日中ここにいて、週1回かかってくるか来ないかの彼氏からの電話を待っています。深夜死んだんだって、バイクで事故って。で、知らないか、あんた全然仲良くなかったもんね。うん、まあ確かに。とは言ったものの、本当はなあ、俺に勉強教えてくれねえか。自分みたいな不良が受験勉強してるなんて周りに知られたくなかった深夜に、僕らが合ってるってこと口止めされてたんですよね。僕は間違いなく先輩の彼女に一目惚れしてしまっている。涼介くん、泣いてる？こいつ何で泣いてんだよ。あ、ごめん。あれあれ、僕の頭にはなぜか仕込みをしている父さんの姿が浮かんできて。あいつには東京でいろんな人と知り合いになってほしいじゃねえか。次に手を振ってバスを降りていく深夜の姿。涼介、頑張れよ、俺の分まで頑張れ。自分とは完全に切り離されたもう一人の自分が、当の僕を無視して勝手に泣いているようでした。次に彼女、大河内琴美、23歳、無職。琴美は半年前、丸山智彦に会うために上京するも会えず、唯一の東京に住む友人である未来を頼ってここに住むようになりました。見てるだけでいいんだから、私たちは。うん、だからもっと近くで見るんで。バレないようにね。バレるって、そんなのもうみんな知ってんじゃないの。みんな知ってて知らないふりをしてる。あ、涼介くんの後輩。あ、涼介くんは学校？あ、うん、1時間前くらいに出てった。あなたは授業ないの？俺？ないよ。じゃあさ、今日なんか予定あったりする？予定、特にないけど。よかったら、涼介くんが戻ってくるまでここにいたよ。え？やだ、帰っちゃう？別にいいけど。本当？うん。やったー、コーヒー入れてあげる。琴美は口では退屈していないと強がっていますが、実際一日中一人でいるのは辛いみたいです。未来や直樹くんがなんと4本、丸山くんは女子屋のなんかとまだくっついてないし、にわかに増えつつあるファンの子に手を出したりもしていない。でも将来性はないよ。誰がなんと言おうと、時間の無駄なんと言おうと。わかるよ、その気持ち、なんかすごくわかるよ。いや、お前はね、でえわ、大学生が。私だっていつまでもこんなこと続かないのは分かってる。でも正直なところ、どうしたらいいのか分からない。私が酔って連れてきたという悟と名乗る少年がこのマンションで暮らし始めてそろそろ2週間。相馬未来、24歳、イラストレーター兼雑貨屋店長。琴も陽介も自分たちのそばにいてほしいと願う人間像を悟に重ね合わせていて、そんな二人の思いを悟は読み取り、ある意味演じてる。そんな感じ。今ここにいるのは
私が作り出したこの部屋用の私。あー、でもここにいるみんなもこの部屋用の自分を作り出しているとしたら、ここには実際は誰もいないということになる。最近この辺りで帰宅途中の女性が襲われて顔面を殴られるという事件が立て続けに起こってまして。最初の事件からそろそろ2ヶ月。ほら、サトルがうちで暮らすようになったのがちょうどその頃。なんか引っかかんだよね。お前が知ってるサトルしかお前は知らないの。同じように俺が知ってるサトルしか知らない。どうしたいの？別に何にも、見てるだけだよ。小久保サトル、18歳、夜のお仕事をしている。18歳は無理がある。俺、なんかしてやれることないかな。あるわけないか。当たり前じゃない。だよね。俺、いや、サトルはなんだかいつも歩き出してる。いろんな場所か。でも、いつもいつも歩き出すばかりで、歩き着く場所というものがない。ヒッチハイクするつもりだったんだけどさ、中央本線で戸淵沢まで行ってなんとかっていう線に乗り換えて、もう名前も覚えてないんだけど、とにかく小さな無人駅に降りたんだよ。目の前に八ヶ岳があったのは覚えてる。この前の直樹の家での話をなぜか思い出してて。知らない他人の持ち物であるその山小屋の中にさ、無理やり侵入してみたいっていうか、無理やり自分の体を押し込んで自由に動かしてみたいっていうか、そんな変な衝動に駆られたんだ。では最後、伊原直樹、28歳、インディペンデントの映画配給会社に勤めている。ここ数年、どうも自分の考えとは別の方向に物事が転がっていく気がしてて、もっと言えば自分のためにやってるに過ぎないことがどこをどう巡り巡ってそうなるのか、誰かを思いやっての行動だと周りの人に勘違いをされてしまう。あのマンションで暮らしている誰もが実はそれぞれ別の場所で暮らしているんじゃないか。ミラや琴ちゃんや涼介や悟もそれぞれあそこ以外の場所に自分の部屋を持っているんじゃないかというものだ。ということは、あそこでちゃんと暮らしているのは俺だけということになる。エントランスを飛び出すと旧甲州街道へ出る。はっきりと決めていたわけではなかったが、足が自然と左へ向いた。車道と歩道を区切る白線の上を走った。夜の街は一人走り出す気分は悪くない。この世界から逃げ出しているような気分になって、自然と足に力が入る。早く！もうみんな知ってんじゃないの？知ってる？おい、知ってる！みたいや。みんなって誰のことだよ。みんなはみんなだよ。コトちゃんも未来さんも涼介くんも知ってんじゃないの。例えばこの世界にもう一つ東京があったとしたら、そこであの女が倒れているのだとしたら、俺はきっとすぐにでも彼女を救いに行ける。ちょっと行かしなさいよ。あなたがこの世界から抜け出しても、そこは一回り大きな、やはりこの世界でしかありません。